ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、戦国自衛隊。監督は、斉藤厚生。1979年の作品です。演習中の自衛隊員21名が、61式戦車など、当時の最新兵器ごと、16世紀の戦国時代へタイムスリップ。長岡毛虎と接触し、川中島の合戦への参戦を余儀なくされる、というお話です。出演は、千葉真一、夏木勲、渡瀬恒彦、江藤淳、錦野明、岡田奈々ほか、半村陽原作の小説を大胆に脚色。アクション監督を主演の千葉真一が兼任し、時代劇と現代アクションを見事にシンクロさせました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。